今回は2022年最後、急騰か急落か重要イベントというようなテーマで撮っていきたいと思います。今回の動画の構成としてはですね、4つになります。最初はですね、アメリカの金融政策の今後というところで、11月の FOMC のですね、議事要者が公開されましたので、その内容について見ていきたいと思います。そして次にですね、株価は一体いつ上がるのかというところで、今年に入ってなぜね、そもそも FRB は利上げをしてね、株価が下がってきたのかというね、その背景について改めておさらいをしていきたいと思います。そして3つ目はですね、最終的には利上げ地点予測というところでですね、まあ、この利上げが終わらないとですね、株価は上がっていかないというところ がありまますすすのでこのののででここ最最終的な上げ地点ですねどこににるのかとといいいいいう最新の予想につてて見ていきたいと思いますそして最後にですね、12月の最重要指標というところで、この指標の結果によってですね、株価は今週ですね、急変動する可能性がありますので、そこの内容について見ていきたいと思います。今回の動画見ていただくことでですね、アメリカ市場の最新の子がわかるかと思いますので、ぜひ参考にしてください。では最初にですね、この FMC の議事要紙から見ていきます。11月分のものですね、公開されたというところでですね、内容に関しては、主にですね、重要事項としては2つでした。1つ目はですね、ポジティブなニュースというところで、利上げのペースはです、ね 減速するる可能性ががああとといいうことが書いてありましたそして2つ目はですねこちらちょっとネガティブなものになるんですけども最終的な金利に関してはです、ね、想定よりも高いところに数字になるだろうということが書いてありましたではこちらの詳細について見ていくにあたってですね今年に入ってからなぜそもそも、ね、この利上げというのが行われてきたのかというところをねそもそも利上げって何でやったんだという、ね、その背景についておさらいをしていきたいと思いますまずですね、まあ、2020年2021年のところですね、まあ、コロナが蔓延したというところがあ,ありましたよねとこのコロナを受けてですねまあ経済が停滞してしまってねこう不況になってくるんじゃないか 小企業の業績がこう悪くなっていくんじゃないかとそんな感じの懸念がまあ、アメリカ経済の全体をねこう追ったわけです。これに対してアメリカの中央銀行 FRB は何をしたかというとですね、まあ、こう利下げをしてま金融緩和をしますという風うに、えー、言ったわけです。まあ、この利下げというのはそもそも何かというとですね、まあ、言葉の通りですね、金利を下げるというものになります。まあ、具体的にね、えー、見ていくとですね、こう金利が下がるということはですね、こう企業がね会社がこう銀行からお金を借りるとこ融資をね受ける時のこの利子がね低下するということになります。じゃあこの銀行の利子が低下するとなぜ ねえー、企業の業績がね、こう支えられるのか、景気が支えられるのかというところになるんですけど、これですね、企業が銀行からたくさんお金を借りて、そうすることによってね、事業を拡大できるわけですね。もう今が大チャンスってことで、低い利子でたくさんお金を借りて、一気にこう事業を拡大しようって感じでね、企業が大きくなる大チャンスなわけです。普通にお金を借りたらたくさん利息取られちゃうけど、今はね、こう安い利息でもお金を借りれるから、たくさんお金を借りて、どん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 ね、会社を大、OK、きくしようってことができるわけです。で、こうするとですね、まあ、企業の業績も上がるし、まあ、企業の業績が上がるということは、 その期待からね株価も上昇するという感じでこう景気が支えられるというのがですねこの利下げの目的というふうになりますでもですねここにはまあ弊害というかね副作用もあるわけですねこんな感じでえずっとですねこう企業がねお金をたくさん借りてどん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 業績をね拡大していくとですね、まあ、どういうねことが起こってしまうかというとですねまずねこう企業としてはもっともっと、ね、たくさん儲けて事業を拡大するためにね、まあ、自分たちの売ってる製品の値段をねこう上げてくるんですね、まあ、値上げをするということになります、まあ、つまりですねインフレというものがですね起こることになりますそしてさらにですねこのタイミングでね今回の 金融緩和中に起こったたイイベントとししてですねねウクライナ侵攻がえありましたよ、ね、でこうすることによってこう戦争が起こってですねこう物不足え、物資不足になってしまったわけです。物流がねこう戦争によってストップしてしまって品薄になってしまったと。品薄になったということはさらにね値段が上がるという感じで、まあ、いろんなこう二重の、ね、要因によってですね物の値段がどんどん上がっていくと強烈なインフレになってしまったというようなことがありました。でこうなると FRB、ね、ねアメリカの中央銀行はまたまた対策をしなければいけなくなるわけです。どういう対策をしたかというと今度はですね、利下げではなくて 利上げ金融引き締めをするということになります、まあ、こうするとどうなるかというとですね、まあ、こう金利が、ね、上がるわけですね。今までは低い利子でたくさんお金を借りれたのに、ここ今度はお金を借りるとですね、たくさん利息を払わなきゃいけないということになるわけですね。そうすると企業に対して重い、ね、利子が、えー、ついてくるということになります。で、こうするとですね、企業は銀行に対してたくさん、ね、利子を払わなきゃいけないので、まあ、この分の利子を捻、ね、出しなきゃいけないんですよね。捻出するためにどうするかというと、自分たちの売っているこの製品の、ね、値段をこう下げると、値下げをしてね、こうセールをしてお金をね、なんとかかき集めようっていうふう すするわけで,すでこうすることによって、まあ、こう物の値段が下がっていくと、まあ、インフレが落ち着くというような仕組みになっています。まあ、ただですね、この利上げ金融引き締めをする副作用としてはですね、まあ、一見ね、この値下げをしてラッキーって感じに見えちゃうんですけど、これを続けるとですね、こう企業の業績は悪化しますよね。まあ、当然、たくさん利子を払っていて、さらにね、こう安い値段で物を売ってるので、企業の、ね、業績としては悪化するということになります。だからこそ、この企業の業績悪化を見越して、今年に入ってから株価が下落してきたというようなことになるわけです。こうするとですね、まあ、投資家としてはですね、もうどう考えるかというと、とにかくね、 早くく金利を下げてくれとこの金利が高いうちは企業の業績が悪化するから株の下落が止まらないよってことになるわけですね。だからこそまあ僕ももちろんそうですけど、世界のあらゆる投資家たちがこの金利を、ね、早く下げてくれと。金利が、ね、下がるの一体いつなのかというのを心待ちにしているわけです。で、今回ですね、やっとですね、FRB がね、そろそろ利上げペースを減速するというね、話をこうしてきたわけです。だからこそね、これはね、とても大きなポジティブニュースということになります。これはインフレが多少落ち着いてきたから、まあ、そろそろね、この金利を上げるペースを、ね、下げてやってもいいんじゃないかというふうに言ったわけです。実際 今年に入ってからですねどんぐらいのスピードで金利が上がってきたのか見るとですね、まあ、FMC4 回の会合連続でね0.75%の金利上昇ということになってます。ます、あ。これ見てみるとわかるんですけど、まあ、非常にねこれ金利が一気に下がったとコロナショックこの不況によるリスクを回避するためにですね、まあ、利下げをしてね一気に金利が下がってですねそして今年に入ってから一気にですねこの金利が上がってきたというところがわかるかと思います。で毎回毎回0.75%一気にこう上昇させてきたわけなんですけどもえ今後はですねこの幅っていうのを0.5に落としてねそしてさらに0.2っていう線を縮めていくというようなまあ予定になっ なっているわけです。なので、今後もね、金利自体は上がるんですけど、そのね、えー、まあ上がるペースですね、それっていうのはこんな直角に一気にガッと上がるわけじゃなくて、ちょっとこう緩いペースで上がっていくだろうというふうに書かれていたということになります。まあ、そういうこともあってですね、12月の FOMC ですね、金融政策の決定会合ではですね、0.5%もしくは0.75%のね、金利上昇ということになるんですけども、現状ですね、72.3%の予想でですね、0.5%になるのではないかというふうに言われています。さすがにね、次も0.75だったら5回連続で0.75%の上昇という ということでね金利上げすぎって感じなんですけど、まあ、次はですね少し減速するんじゃないかというようなことが言われています、まあ、ただですね2つ目のポイントになるんですけど最終的な金利に関しては予想より高いと想定よりも高いと、まあ、ということが書いてあったというところでですね、まあ、今後もね緩やかに金利は上がっていってじゃあいつねこの金利の上昇が終わるのかという、ね、その最後のレートですねターミナルレートというのはですね想定よりもこう上になるというふうに言われています今の市場の注目ポイントとしてはですねこう金利の上昇のねその角度幅ではなくてですね最終的なターーミナルレートですねこの金利上昇のうち 一,度目はね、一体ね、どのレートになるのかというのがですね、現状、まあ、注目事項というふうになっているわけです。それで言うとですね、アメリカではまだまだですね、インフレは続いているという形になります。まあ、これはね、消費者物価指数というね、まあ、物価の指数を出したものになるんですけども、まあ、FRB の、ね、目標としてはですね、これは2%ぐらいというふうに、まあ、決めているんですね。ただですね、現状この伸びを見てみるとですね、3倍とか4倍ぐらいのね、まあ、角度でですね、物価が上がってしまっているというのがわかるかと思います。い未だに物価は高いと、つまりインフレが続いているというところで,ですね、まあ、こうなってくると、まあ、FRB としてもですね、こんな 感じで、まあ、インフレがまだ続いていてるからこそですね今利上げをしななけければいいいというこことになってくるわけですこういった背景もあって今後はですね、この利上げの、えーまあ、ペースはですね、減速するもののですね、利上げ自体はまだまだ続くと。つまり、株、まあ、安ということはですね、まだ全然あり得るということになります。では、最終的な金利でね、一体どこまで上がってくるのかというところなんですけども、これはですね、CMEFedWatch というサイトを見てみるとですね、えーまあ、知ることができます。これは12月、2月、3月、5月って感じでね、FOMC で,ですね、金融政策の決定会合の日付になるんですけども、ここの FOMC でそれぞれね、 金利ががどれぐらいい上がるののかという,、ね、そう,いう予想を、ね、示したものになりますで。この青色の部分が予想としては一番、ね、高いところというところですね。まあ、これをこう線にしてみると、ですねこんな感じになるわけですね。で、見てみると、金利っていうのはね、まあ、予想としてはこんな感じで上がっていって、最終的な地点に関してはですね、この5%から5.25%、ここの、ね、レンジに上がってくるだろうというふうに見られているわけですね。で、このねところまで上がっていって、その後はですね9月ぐらいからですね、利下げに転じると、この金利が下がってくると、いうふうにこう考えられています。だから、ターミナルレート、利上げの、ね、内度の メディレートとしてはですね予想としては、6月から7月ぐらいのこの FOMC でですね発表されて、そこからね徐々にこう金利が下がってくるという風に見られているということになります。なので株価が本格上昇するとすればですね、まあ、ここのね FOMC のこのタイミングか、もしくはこれを折り込んでね、この期待感からこの5月とかね7月、まあ、後半ぐらいとかね、この辺りから上がってくる可能性が高いんじゃないかという風に予想ができるわけです。実際まだまだ要注意というところではありますね。例えばですね、セントルイス連携のブラード総裁というね、この方ですね、に関しては、 とですね最低でも5%と予想通りの、ね、さっきの5%というところでですね。厳密に、ね、場合によっては7%以上もあり得るという今発言をしているんですね。これっていうのは今後の経済指標を見て、まだまだこうインフレが落ち着いてないというところが分かればですね、もっともっと金利を上げて、たくさん利息を払わしてこう締め付けてですね、インフレを抑えていくというところがこう予想できると,という,ふうに発言をしていますで。こういった背景を前提とするとですね、今週は非常に重要な1週間になるわけですね。なぜかというと、11月30日の ADP 雇用統計があるというところとですね、あとは12月1日木曜日 に関しては ISM の製造業景気指数が発表これるらが発表される際にですね雇用環境が悪化していたらですねまあ景気が悪くなってきてインフレも落ち着いてきてるというとことがわかりますのでまあ利上げペースの減速の期待が高まって株高にもなる可能性はあるんですけどもしこれがですねいまだにこう景気がいいなというところがわかればですねそこから株価がまた急落する可能性も十分にあると思いますまあそういったところでですね株式市場にとってはですね 2022年の最後のね、超大注目の1週間になるかと思います。なので、引き続きですね、この辺の情報についてもウォッチしていきたいと思います。今回の動画ですね、役に立ちましたら、ぜひ高評価をお願いします。そして今後もですね、マーケットの最新ニュースというところで、当時の基礎知識ですね、出していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。で、今回の動画は以上です。また次回お会いしましょう。